歴史の裏側、偉人たちの知られざる一面。こんにちは。今日は誰もが知っている歴史上の偉人たちのちょっと驚きのエピソードをご紹介します。ベンジャミン・フランクリン、アメリカ独立宣言の起草を行い、アメリカ合衆国建国の父と呼ばれる政治家のベンジャミン・フランクリンが残した言葉です。彼は17人兄弟という大家族のもとに生まれ、生活は困窮しており、教育を十分に受けることができませんでした。アメリカのベンジャミン・フランクリンも実は性欲旺盛で多くの愛人がいました。フランス滞在中も性的な冒険を楽しんでいたと言われています。歴史の偉人たちも完璧じゃなかったんですね。次回もお楽しみに。興味を持った人はチャンネル登録、高評価、メンバーシップ参加とショップも覗いてみてね。